はい、どうも小作です。NBA ジャパンゲームズが終わって、髪伸びてきたんで、今回はちょっと、スキンヘッドじゃなく、スキンフェードにしていきたいと思います。まず、試しに、4.5 で一回ちょっと坊主にします。トリマーで、そうですね、ミドルラインというか、低すぎず高すぎず真ん中ぐらいラインをつけていきます。後ろなんですよ。はい、トリマーで一周やりました。そしたら一回シェーバーでこの下ですね、剃ります。はい、シェーバー終わりました。そしたら、バリカンでこのラインをぼかしていきます。ので、アタッチメントなしで、レバーオープンですね。で、2センチぐらいの幅で、ちょっとやっていきたいと思います。そしたらレバーを閉じてこの下のラインをぼかしていきます。
しがね大変なんですよ。そしたら、ちょっと疲れちゃったので、ここをですね、こうなじませていきたいと思います。ただアタッチメントは3ミリですね。ただ少しレバーを広げます。半分ぐらいで、ここの角、段差があるので、これを 1.5 ミリのやつでなじませていきたいと思います。レバークローズでいいです。トリマーで一番最初のラインですね、これをちょっともうちょっとぼかしていきたいと思います。はい、一通り終わりました。うん、たら取るまで
はい、ということでスキンフェードできました。どうでしょうか。久々にスキンフェードしたんでちょっと時間かかっちゃったんですけど、綺麗にできたかなと思います。たらヒゲカットしちゃいます。バリカン。眉毛もひげもカットしました。さっぱり。はい、ということでセルフスキンフェードの動画でした。